それでは11月28日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強は下りのエスカレーターを登るようなもの。今日勉強しても数日勉強しなかったら忘れてしまう。勉強して1段上がっても数日経ったら元の場所に戻ってしまう。忘れるという下りのエスカレーターよりも早く登るイコール勉強する必要があるわけなんですね。そして何度も復習すれば下りのエスカレーターの速度もどんどん遅くなってきます。これは頭に定着してきている証拠なんですね。ここまでたどり着くには半年以上やはり時間がかかります。だからこそ今しっかり勉強しておく必要があるわけなんですね。試験半年前から勉強して合格できる人っていうのは受験生でももう数パーセントほどです。ほとんどの方がもう半年以上前から勉強してます。私自身この数パーセントに入れるほどの記憶力ってないんですね。だから12月から毎日勉強してました。自分自身記憶力が悪いと知っていたからこそその12月という早い段階から勉強を開始したわけなんですね。もしあなた自身暗記が苦手と思っているのであれば今から本格的に理解学習を実践していきましょう。暗記が苦手であれば理解学習でもしないと合格するのはやはり難しいです。それでは本日の3問に入ります。 A は B に100万円を貸した。そして AC 間で保証委託契約が結ばれた。時効期間の経過前に B が債務を承認した場合 B の時効は更新するが保証人 C の時効は更新されない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず A が B に100万円を貸したということなので A が債権者、 B が債務者ですね。で AC 間で保証委託契約が結ばれたということなので A は債権者に対して C は保証人と、まあ、いうことになります。で債務者 B が承認をしたんですね。債務を承認した、つまり債務があることを認めたっていうことです。100万円借りてますよってことを認めたんですよね。で認めることによって B の時効は更新する、一方 C の時効は更新されない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。どちらの時効も更新します。債務者が債務を承認すると債務者だけじゃなくて保証人の時効も更新するんですね。つまり債務者 B も保証人 C も時効は更新します。まあ、だから×ですね。で時効の更新って何かっていうと時効期間がスタート地点0に戻って1からスタートをし直すことを言うんですね。時効期間っていうのは刻一刻とこう過ぎていくわけですよ。時間がどんどん経過するんですけども、時効が更新することによって一旦0に戻って、ま、つまり初めの地点に戻って、そこからまた1日目、2日目、3日目って時効期間がまたスタートし始めるということなんですよ。まあ、昔の時効の中断と一緒ですね、意味としては。まあ、なんでここは覚えやすいんじゃないのかなと思います。で今回債務者だけじゃなくて保証人も時効が更新しています。でこれっていうのは保証債務に不自由性があるからなんですね。で今回ちょっと保証債務のこの不自由性のところについてはちょっと細かくは解説しないんですけども、この問題のポイントっていうのはもう今話した内容だけなんですよ。保証債務に不自由性があることによって債務者だけじゃなくて保証人の時効も更新するんだっていう話なんですね。ただこれを理解するためには保証の性質などもう複数の部分を理解する必要があるんですよ。で不合格者の多くは複数の分野が絡む複合問題を苦手としているんですね。でこれを克服しない限り合格は難しいです。でこんな複合問題も個別指導では改正民法の基本から一歩ずつ教えていきますのでご安心いただければと思います。で問2ですね。高県に本社、乙県に支社を有する宅建業者 A が本社と支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については本社、支社それぞれに備え付けなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは丸です。事務所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。つまり本社にも、そこの本社で働いている従業者の名簿を置いて、支社にもその支社で働いている従業者の名簿を置くと。一括して本社に備え付けておくっていうのは宅建業法違反になりますので注意しましょう。あとですね、事務所に備えるものって何がありましたでしょうか。覚えていますでしょうか。標識、報酬額の掲示、まあ、報酬額の上限ってことですよね。あと帳簿、従業者名簿、専任の取引士、まあ、つまり専任の宅建士ですね。
これはすべて覚えておきましょう。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問3ですね。用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。問題文は、都市計画で定められた、これが誤りです。正しくは、都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。で、これ、どういうことを言ってるのか、で、なんでそんなことをするのか、イメージできるようにするってことが、すごく重要なんですね。用途地域の指定のない区域内に存在する建物の容積率、これは、都道府県都市計画審議会の議を経て定めるんだ。これだけ覚える方いるんですけども、イメージしておかないと、何言ってるかがわからないわけなんですよね。で、そうするとすぐ忘れちゃうんですよ。なので、ちゃんとイメージできるようにしておきましょう。で、個別指導では、なんでこんなルールがあるのかまで、解説しています。理解できればこれ、そんなに難しい内容ではないんですね。で、個別指導については動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。理解できていない方っていうのは、来年の合格も難しいです。なんで、来年絶対合格したいという方は、個別指導で理解学習を一緒に実践していきましょう。お待ちしております。で、今回お伝えをした解説は、無料解説になります。宅建合格に必要な関連ポイント。理由付け、具体例、こういった理解学習については、無料解説ではなくて、個別指導で解説させていただきます。もしあなたが宅建合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で、私のメールアドレスについては、この動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。